はい、ゾうンバトナーズ大森です。今回もお話をしていきます。今回のお話ですね、コメントいただいていたところとね、なんか補足というかね、えー、なんかこういうことあるよね、みたいなね、お話ししていこうかなと思うんですけれども、 についてのお話というふうになります。確認結果についてね、えー、まあ、見てらっしゃらない方ね、えー、概要欄の方にリンク貼っときますんでね、見ておいていただければなと思うんですけれども、えっ、ー、と、コメントいただいております。コメントいつもね、ありがとうございます。えー、そういう理由なんですね。素人考えでは、今年収穫する木と来年収穫する人と分けて育てられるのかなそうすれば毎年収穫できるとか、 点点点知らんけどというね、コメントいただいております。コメントどうもありがとうございます。今回はですね、これに対するね、返事というかね、まあ、研究がなされていてですね、そのね、結果というふうなね、感じのお話になります。まずね、確認結果っていうのがあります、そもそもね。これがですね、実がなる年とならない年があるよねっていうのが言われているんですね。で、それの理由っていうのを以前ね、動画でね、概要欄のリンクの方に貼っておきますけれども、そちらの方で え、お話をしています。で、なんでかっていうと、実がなる期間というのと、花芽分化期っていうのの期間がもう、 並行してね、行われちゃうよ。でも、実際はですね、えー、その栄養分っていうのは、葉で作られる栄養分っていうのは、どちらかに分配を多くしちゃっていて、で、そのどちらかっていうのが、身をね、どん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 鳴らす、ね、えー、っていう方に、ね、重きを置いていて、そちらの方に栄養分がいっちゃうから、花芽分化器が来たとしても、花芽ができにくいんじゃなかろうか、という研究がなされているというふうなね、感じのお話なんですよ。今のでね、 えー、わかったらね、概要欄のリンクの方のですね、以前の動画を見る必要はもうありませんからね、こっからの動画を見ていただければなと思うんですけれども、栄養分がですね、こう分配されてるよっていう話なんで、今年なったら来年ならない。来年ならなかったら再来年になるよねっていうお話が確年結果なんですね。そしたら、こっちのやつはなってるから、こっちのやつはなってない。隣あったこの柿とか、あとみかんとかね、そういうので、あの、確年結果をしてたら、こっちは今年に 年こっちは不なり年みたいなので、ね、並べて置いといたらもうそれで良くないですかっていう感じのご質問というかね、まあそうなんじゃないかなみたいなね、感じのコメントだったんですね。で、今回の話はですね、それに付随したですね、実はね、こういうことまで分かった。 たたりりかからななっっすするるるところがあるよと、ね、あよててねのお話になってくるんですけれどもまずね、あの、確認結果の方はね、今ので、えー、さらーっとね、お話しましたが、なんとなくね、理解していただけたんじゃないかなと思います。で、今からが大事なお話なんですけれども、確認結果は広い範囲で同調するよとね、あのお話があります。もうこの時点でですね、そのコメント のね、その話がね、もう実は、あね、前提条件が崩れちゃったよ、みたいなね、感じになるんですよ。要するに、今年ならなかったら、こっちの木も今年ならないし、こっちの木も今年ならないみたいな、もう全部が今年なりませんよ、みたいな風になることの方が多く報告されているよと。 いうね、ことがあるんですね。個々の果樹がランダムに確認結果が起こればですね、問題ないよというふうにね、あの思われるんですけれども、地域だったりとか地方、まあ地域とか地方とかはね、まあこっちのね、人間技師が勝手に決めてね、勝手に名前決めてるようなもんなんでね、えー、まあだから地域とか地方は同調するように確認結果をするよということが報告されています。 で、果樹が単体でランダムに確認結果をしていると果樹園や農家さんたちはある程度安定的に収穫することが か、ね、できるんじゃないかっていうふうに考えることができるんですね。ですんでね、えー、コメントいただいた方ね、とてもいいコメントだったなというふうなね、感じなんですね。さっき言ってた通りね、こっちはなるし、こっちはならないし、こっちはなって、こっちはならないみたいなやつになってれば、平均的にね、えー、まあ、毎年毎年同じぐらいの感じでできるよねっていうふうになってくるんですが、ですが、現実はね、そうは甘くなくて、ならない年はね、もう、右から左まで全部ならないよ、みたいな。 そういうことになってくることの方が多いよという風なね、感じなんですよ。平均になりますんで、なるのとならないのがね、こうね、何個も何個もあればね、いいかな、なんて思っちゃったりするんですけれどもね。で、えー、地域や地方で同調して確認結果をする現象はですね、通常で普通に見られるよという風にね、言われています。考えられる要因としてはですね、環境による影響が大きいんじゃないかという風に、今はね、考えられています。 その年の花芽形成時期だったり、開花時期、異常な高温だったりとか低温、乾燥や日照不足などが地域や地方で起きているかもしれないよ。このエリア、千葉県では今年はね、日照不足だったんだよ。千葉県内では雨があんまり降らなかったんだよ。埼玉県めちゃくちゃ暑いからだよ。みたいな。なんかそういうのが原因で、その辺の地方全体で あんまり実がならなかった年だよね。みたいな感じになってるんじゃないかというふうに考えられているわけなんですね。あとはね、花が咲いても天候の不順などで受粉がうまくいかずに結実までいかないんじゃないの。とにかく、やはり、環境による影響っていうところがね、一つ考えられるんじゃないかと。 いう風なね、感じなんですよ。だから、そこでね、えー、こう運営しているね、農家さんだったり、果樹園さんだったりっていうのは、もう天気はね、こう操ることができないんですよ。我々ね。なんと未だに2000年以上ね、えー、歴史がある我々はですね、まだ天気を操ることはできないということなんで、ね、日が当たらなかったら、じゃあ日をちょっと当ててみようみたいなことはできないわけなんですけどね。そうしたらね、えー、もうね、あの、もうこの辺一体全部日が当たってませんから、まああんまりならなかったな、とかね。 温度が一定よりも高くなりすぎちゃったからあんまり実がならなかったのかなとかね。受粉がうまくいかなかったからあんまりならなかったのかなとかね。そういうような感じで考えられているそうなんですね。果実がつかなければ栄養を使わないよというふうになりますので、翌年は大量に果実が実るよということも考えられている。 要するに、実が今年ならなかったっていう前提があれば、来年はですね、その、実に使われていた栄養がどんどん花芽の方に使われるよっていう風な感じになりますんで、来年はたくさんなっちゃった、みたいなね、感じになりうるという風な感じなんですね。そうすると、やはり翌年の結実は減ってしまうよ。なり年になっちゃうから、今年の量がそういうようなね、変更で、えー、ね、その、 実がね、あんまりならなかったよってなったら、その使われてた分の栄養が花芽の方に行くわけですから、花芽がいくことあーっとなっちゃって、来年はいっぱいになっちゃうよ。そうしたらその次の年やっぱり少なくなっちゃうよね。こういうふうに考えられているんですね、今ね。で、それでも説明がつかないこともあるよね。というふうに、 今言われています。確認結果は品種だったりとか種類によって大きく程度が異なるよというふうにされていたり、木が若いか成熟しているかによっても違うというふうにされています。ですので、若い木だったらね、まあある程度、まあ毎年毎年結構なるよね。でも、まあ生木しているようなね、もう老木に近いようなやつだと、確認結果しやすいよねっていうふうに言われることが多いそうなんですね。 なし、なら、かしなどは数年おきになり年になるよ。だからさっきから言ってる前提条件とは全然違うよっていうこともあると。 という風なね、お話なんです。前提条件何かっていうと、光合成をした生産物を使って果実を作るんですけれども、それを作りすぎているタイミングと、花芽分化器っていうのは並行してなっているから、どっちに栄養を使おうかな。いや、もう今なっている実に栄養を使わなかったら子孫を残すことはできない。だから、実の方に栄養を使っているんだよ。だから、翌年の花芽が少なくなっちゃって、翌年が成り年じゃなく、不なり年になるんだよ。という前提があるにも 関わらず、なし、なら、かしなどは、数年おきに、何でかよくわからないけれども、なり年になるよ。ということがね、確認されてるそうなんです。だから今までの話だと、説明がつかないよね、まだ。っていうことがあるというね、あの、お話なんですよ。そのようなことがね、未だに解明されていない部分もありますよ。未だね、研究段階ですよ。と。 いうようなね、感じなんですね。だからね、もしかしたらこうなんじゃないかなとかね、もしかしたらこうかもしれないみたいなのを、み、皆さんね、見てらっしゃる皆さん、まあ私もそうなんですけれども、そういうところでね、なんかもしかしたら効果も効果も効果もがどん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 繋がっていって、研究っていうのは少しずつ一歩先に進んでいくっていう風な感じですんでね、まあ、もしかしたらこうかもなみたいなね。あればね、ぜひともコメント欄にいただければね、もしかしたら、あね、研究なされてる方がたまたま私の動画を見て、たまたまそのコメントを見て、うわ、そうかもしれない。 みたいな論文を書くかもね。みたいなね。感じの今回のお話となっております。ということでですね、本日はね、そんな感じのお話をしております。チャンネル登録もあるよという方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ということで本日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。